人知れず、それは始まっていた。始まりは、伯爵が欧州全土を覆うようにして作り上げた、雲のごとき情報網の一端を担う、情報屋の死。いとこジョバンニからの連絡は、情報屋が、盗賊、および海賊から報復を受けたらしいと知らせていたが、違った。違っていたのだ。凄惨極まる手口は、確かに無法者。裏の世界のやり口のように思われたけれど、一線を越えていた。そして、お待たせしました。いや、そんなに喜んでいただかなくても結構ですよ。大丈夫、ご心配なさらずとも。次はあなたの番です。さて、聖道教会という名についてはご存知ですか？わからない。では第八秘跡会は？まあ、あなたはご存知ないでしょうね。洗礼、聖体、婚姻、叙会、献身、国会というのを、七つならざる恵みたる第八のもの、世界に散らばった聖遺物を収集する組織なのですが、私も組織の一員です。いえ、まさかここに、あなたのご自宅に聖外府や聖帝があるとはさすがに思いませんよ。ただね、聖遺物を秘匿して私有化する異端者なんてものがいまして、そんな不心得者の薫陶を受けた男が、まあ我々に牙を剥くものですから、枢機卿にまで手を出すとは。それで、ええ、仕方なく、私も本意ではないのです。それはどうかお分かりいただきたい。本来であれば我々は魔術教会よりも早く多く神秘の具現たる聖遺物を集めねばならないというのに。魔術教会はご存知です。英国に本拠を置く組織ですが、はい、何です？私の手が気になりますか？すみません、きちんと洗ってくる手間を惜しんでしまった。そんな風に目を見開かなくても、ええ、これは血ですよ。あなたの娘さんの血だ。それとも奥方だったかな？ご心配なく、あなたも同じ最後を迎えます。ああ、神を恨んではいけませんよ。無理からぬことではありますが、まあこれも慈悲の一種ではあるだろう。そして第二の犠牲、無関係を装いながら設立したスペインの投資会社役員とその妻、5歳になる娘が惨殺された。役員男性は自宅の椅子に縛り付けられた状態で、目を見開いたまま絶命していたという。連続殺人であると察知できたのは我々だけだろう。菅研は国境を越えて行われたこれらの殺人に関連を見出せない。犠牲はさらに続いた。伯爵のかつての恩人
モレル氏の援助にまで。女も子供も老人も、敵は殺して回っていた。辛酸極まる異様なまでのおぞましさで死体を損壊させながら、中には一滴の血液さえ残っていない死体もあったという。